AKB48 のために、ST48 のために、応援してくださるファンの皆さんのために、そして自分自身のために、今を全力で生きたその先が48グループの未来につながると信じて、私はこれからも走り続けます。48グループオタクの皆さん、追いかけちゃった皆さん、一つ言わせてください。自信を持ってオタク人生を貫いてください。今新しい感じですよ。はい。